神社ソムリエのあやかりチャンネル。今日はね、超絶特別会ですよ。あれ、前回来ましたね。あ、そうですそうです。こちらね、前回参拝させていただいて、社殿のその神様がお移りになる前の中の中までカメラ入れさせていただいた小石川大神宮でございます。今日なんかあるんですか？いや、もうここからすごいこと起こりますから、ぜひ皆さん一緒にちょっとついてきてください。そしたらわかるから。まずは参拝でございます。場所がそうですよね。そう変わってますよね。そうなんですよ。そこがまた味噌だからね。今度ちょ注目しててくださいよ。今日はだからもうこの前この仲間で入れさせていただきましたよね。ほらだいぶ変わってます。いろいろ変わってます。いや、ちょっと本当緊張しますね今日は。あ、そんなになんかすごいことがある。いや、もうこの前のここの放送の時も言いましたけど、神社ソムリエやってても人生に一回あるかないかの話って言ったじゃないですか、うん、それのすごい版が今日起こりますから。本当もう今日の時点でこの番組やれててよかったですよ。この後に番組が始まってたら2、300年なかったんじゃないですか。いらっしゃいました小石川大神宮宮司の佐々木清雄さんでございます。よろしくお願いします。そしてキーパーソン玉川浅間神社の北川さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も本当にもう大興奮を今お伝えしてたところなんですけれども、あれ、お二人ちょっとあれですか、ピシッとなんか緊張が走ってる感じがしますけど、はい、あれ、なんか僕だけペチャクチャペチャクチャ喋ってるんですか。はい、私も今日臨時のゴンネギとして奉仕させてもらうんで、はい、ちょっと佐田君も着替えないといけないから。僕も着替える、うん、はい。着替えるんですか。そう、着替えます、はい、着替えます。ちょっとじゃあ早速、はい、急展開急展開でございます。着替えました。なぜ着替えたかというと、ちょっともう宮司は新人に迎えるのあたり、やはりこういう場所がちょっともうできないので忙しいんで、はいはい、私の方で説明させていただきます。忙しくなってるあれなんですか、声優さんで。そうなんですよ、今日はもう声優さんも人生一世一代の、ね、新職になって遷宮、まあ御霊を移す神事に携われるのは一生に一回あるかないかの大きなお祭りなんで、御霊を移す。そう、今皆さん聞きました、御霊を移す。前回こちらに撮影に来させていただいた時、神様が移る前の社殿を撮らせていただきましたよね。じゃあいつ移んねんって話じゃないですか。今日今から移ります。私も臨時で今日ゴンネギとして小石川大神宮のゴンネギとして奉仕をさせてもらうんですけども、佐々木雄太君も、臨時で神職として、こういう配信もしていただきながら、御霊の、映すところの一生に一度見れるか見れないところも合わせて、はい、体験していただきたいと思います。神職として。それは今初めて聞きました。それでいいんですか。そうですね、臨時神職としてこういう形で装束に身を包んで、遷宮をご奉仕をしていただくってことですね。いやー、身の引き締まる思いでございます。ちなみにその、見てる方になんですけれども、今日このお祭りの名前は何というんでしょうか。先ほども私の方で申し上げたかもしれないですけど、遷宮と言います、はい、伊勢の神宮でも、はい、遷宮が、ございました。この伊勢の神宮から御霊を分けてもらった小石川大神宮も新しいこのお社が、できまして、こちらに移す際の、名称は遷宮と言います。北川さんが何回もおっしゃってますけど、神職の方たちですら一生に何一回あるかないかというところをぜひ多くの方に見ていただこうということで、その役、お伝えする役を賜ったわけでございます。で、新しい社殿ができるまで仮殿に神様は今お移りになられております。その仮殿からこちら新しくなった社殿に
お移りになられると、そのお祭りがこの後行われると、その一部始終をですね、今何が行われているのかっていうのを、まあ、特別にちょっと声を出していいと言っていただけたので、これをご覧の皆さんにお伝えしていければなと思っております。ちょっとなんかいいボケが思いつかないぐらい緊張してます。まあ、今日はボケはいらないと思いますけどね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにこの天宮、はい、どんなことやるんですか？その御霊を移すだけっていう、例えば、神宝、神様の宝と書いて、まあ、御神宝ですね。まず御神宝は社殿の中に収められたりとか、でその後御霊ですよねが映る様子を皆さんに多分見ていただけます。御霊、ご神体自体は映せないんですけど、その様子というのを見ていただけますから。あと舞が回れたり、雅楽が奏じられたりとかしますから。さらにこうポイントがありまして、やっぱ伊勢の神宮が、まあ、20年に1回遷宮されてますよね。それに乗っ取った方式でされると。例えば伊勢の遷宮のお祭りの中までこう入っていって番組として撮らせていただくって、なかなか、ってかもう多分できない。ただそれに乗っ取ってこちらでされるということを皆さんに見ていただくという、それぐらい貴重なことなんですよ。ぜひ楽しみにご覧ください。まもなく始まるところでございまして、お祭りを始めますと、神様にご挨拶、まず報告しているというところですね。本当に肌で感じるものがあります。今回も見ていただきましてありがとうございました。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。